信玄の後を継いだ武田勝頼は武田の威信を回復すべく 長篠城へと攻め寄せた。 信長は鉄砲3000丁とともに 長篠の地に着陣。 戦国最強と言われた武田騎馬隊を迎え撃つ。 信長の取ろうとしていた戦法はかつてなく斬新でかつてなく強大で、 そしてかつてなく凄惨なものだった。 織田の将長篠の戦い。 信長は無謀い男よ。その鉄砲の疲労のため上苦しむ長篠城の味方に梅雨明けまで延兵なしだ。そうまでして鉄砲の力を見せつけることに 天下に暴宿信長のような真骨頂があるわけだ。その天下不武の御披露目の戦、なんであの男がじっと預けを我慢できようものか。お主はどうなのだ、サルメンカじゃ。ん、わしの忠義も光秀に負けやせん。ふん、グズばかりよの。自分の運命の面倒も見ようとせん、 鉄砲の欠点が弾込めの間無防備。しかし鉄砲隊を3組に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせん、撃て。は、一番隊構え。 新しき世は信長様の世を切り開くのです。やらせません。どけ。我が望みは信長公の首ただ一つ。雪村、一人では危ない。私も加勢する。 この戦の目的は武田殲滅と長篠城休養に迫りくる騎馬隊ことごとくほふれ、武田を震撼させ長篠城の包囲を解け。
殿府の魂、この槍にて貫かん。信長のごとく未来へかけるか。武田のごとく朽ちるか。選べ。お前を倒し、武田も救う道を選ぶ。阻まれたか。されど、我が闘志はまだ折れていない。雪村さえ無事なら、ここは一旦引こう。なぜいいぞ。長篠城の行為を突破したはよいが、また囲まれてしまうとは。ひるむな。武田騎馬隊は戦国最強だ。覇王策など蹴散らしてくれる。開門。やめんじゃねえ。幻想を抱いて死ぬ。武田を地獄へ穴にする。ばっか見てていいのかな。
この俺にもあるんだね。やめんじゃねえ。様の本気か。すげえな。飛びガス山砦を落とす。長篠城の包囲を揺さぶれ。の本気か。すげえな。敵将ここに滅した。かなう相手ではなかったか。飛びガス山砦では長篠城包囲の要、急ぎ取り返さねば。勝頼様、逃げ下され。しんがりは我らが務めます。やめんじゃねえ。信房、正豊、信康、信玄公の下で会おう。突撃！織田の将どもを見せずれよ。命を捨てた無駄死、奴らを無意にほふれ無駄死にさせよ。
勝、打ち取った。敗走。私は勝頼様の退却を支援する。なれば私は敵の追撃を食い止めます。敵将撃ち取ったぞ。武田の運命、ここにつく。信長に関わる者はことごとく奴に運命を握られる。だが我が輩は
さて、この戦、最も功ありし者は誰か。秀吉。はっ、ありがたき幸せ。勝家。お家康。はは。私は信長様を信じておりますか。小気味いい。こやつらは信長に挑み死んだが、自分の運命を守りきった。バカ、我が輩は決めた。我が輩は我が輩の運命を奪い返す。